慈恵大ではメンターメンティー制度というのを今年から導入しました。私もメンターの一人として研修医で入ってきた先生たちの、面倒を見ているというよりも一緒に、最近の生活はどうかとか今回ってる課はどうなのか、それから、生活上何か困ってることないかなとか、あとは将来の不安がないかなとか、月に1回そのグループでみんなで集まって、お茶とお菓子を食べながら雑談をするという、時間を作っているんですが、社会人1年目としてこれから社会人として生きていく、一人の、医者としてでもそうですけれども一人の、新任の社会人としての、大事なことを医学的なところからのサポートっていう意味ではなく、そういった心理的なところのサポートっていう意味で教育に関わっています。また、耳鼻科に入ってくるような、希望をされる研修医の先生や、それから耳鼻科に入ってきてくれた先生たちに対しては、やはりこの慈恵大を選んでくれたということで精一杯彼らの能力が発揮できるような舞台をできるだけ用意していきたいというふうに思って教育はしています。私自身は自分が女性だから男性だからっていうのを意識して仕事を、してきているつもりは全くないです。また慈恵大の耳鼻科に関しては非常に症例が多く、またスタッフの数も多いので、私たちが男女関係なく多くの症例を経験することができるっていうのはすごく一つの強みだと思ってます。今まで男性の方々が作ってきた社会であるので、そこに女性が入ってくるというのはやはり、それ自体が大きな革新であると思いますので、女性として不安に思うことはたくさんあるかもしれないですけれども、今時代がやっぱり後押ししてくれてると思いますので、ここで女性として一人一人が自分の将来を見据えて、それから自分の将来だけではなくてその後に続く女性の将来を見据えて、今までの前例がなかったとしても自分がその前例となるつもりで、頑張って、一人一人が仕事をプライドを持ってやっていく必要はあると思います。私自身はそういった方々のサポートを精一杯したいというふうには思っています。